フリーレン、君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。そろそろか。それではお先に。私はもっと人間を知ろうと思う。弟子を取りませんか。俺の弟子なんだ。必要なものは覚悟だけだ。お前はいつか大きな過ちを犯し、人を知りたいと考えるようになる。あなたが私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。私はヒンメルたちに旅立つ勇気と仲間と過ごす楽しさを教えてもらった。多分人には心の支えが必要なんだ。フリーレン様、なんだか楽しそうですね。思いってのは言葉にしないと伝わらないんだぜ。わしは今日ほど誰かに感謝したことはない。ありがとう。楽しかったよ。俺たちは長い人生を歩んでここにいるんだぜ。人間には寿命がある。生きているということは覚えていてもらうことだ。根性の別れってのは何も死別だけじゃない。たった千年で人間の時代がやってくる。これから先いろいろな魔法が見られるんだね。これが魔法の高みなんですね。魔法は特別であるべきだ。特権などくだらん。魔法は好き。まだ魔法は好きか。昔僕は一度だけ君と会ったことがある。その時君は僕に花畑を出す魔法を見せてくれた。きっと私はそんなフリーレン様の姿が好きだから一緒に魔法を追い求めているんだと思います。きっとこんなことをしたって世界は変わらない。でも僕は大丈夫だよ。ヒンメル、世界はちゃんと変わっている。涙の別れなんて僕たちには似合わない。また会った時に恥ずかしいからね。